日本酒酒のの一番のフレッシュは生酒ですその生酒を今の通常の輸送のままでは絶対生は劣化してしまうでも冬眠で瞬間冷凍することによって、えー、生酒は、えー、その一番いい姿をそのまま眠らせることができるこれを、えー、冷凍のコールドチェーンがあれば世界中に持っていくことができる火入れの酒だろうと生の酒だろうとなんだろうと瞬間冷凍することによって世界に いい状態のお酒をどんどん持っていくことができる。これが一番の僕は島民の凄さだと思いますよね。まあ、今まで我々蔵元はですね。なかなか新しい技術っていうのをこうやりづらいところもあったんですけども。まあ、この週刊レートは技術というよりも貯蔵するための最適解。 だと私は思ってますそれはあのなかなかクラむ投資が必要だし冷凍庫も必要になってくるしあとはなかなかこれを売ってくれる人たちがまだ少ないっていう状況もあるのでなかなか大変なところはあるんですけど未来先の未来に特に生酒の瞬間冷凍は日本国内でも僕は受けると思うんですよね。そして、えー、いつか 年年後10年後に生酒っっっってててて凍んんのは当たり前だよねってそういういい時代が来るるじゃないかなかと思ってるんですそのぐらいフレッシュに対してのやっぱりその渇望お客様の飲みたい渇望っていうのはいっぱいあるでもその中でも例えば蔵元のお客さんなんか私のお客さんでも久慈さん「俺ね生酒は寝かした方が好きなんだ」っていう人もいるんですよ。生ひが好きなんだという人もいる。だからそんなフレッシュな生ばっかりになったら困るっていう人もいた。 でもその人に僕は言いましたよね。過ぎ去った時は戻れないんですよね。だから生ひねしてしまったものはもう戻ってくることできない。でも、フレッシュな瞬間レートしたお酒は、ここから生ひねを育てていくことができるわけですよね。1ヶ月なのか3ヶ月なのか自分で、それは熟成させてみて美味しいところで飲んでくださいよと。だから生ひね好きな人にはそういう対応ができる。だからフレッシュは、そのまま飲んでも美味しい、フレッシュ好きな人にも刺さるし、生ひね好きな人には育てるっていう価値を提供して、 刺さるんです熟成酒もあるし数の酒もある中の一ジャンルにフレッシュっていうところをこのスーパーフローズンの力で、えー、しっかりと作り上げていけば日本中の人たちが「日本酒ってフレッシュだよね」なんかそのフレッシュさが美味しいよねっていうような時代が本当に来るんじゃないかなと思ってますしそれは時を止めて距離をゼロにしますから世界中に持っていくこともできるこういったもう夢と未来のあるそれしかない事業ですので是非一緒にやっていきましょう。ありがとうございます。